皆さんこんばんは。静岡駅前にお集まりいただきました皆さん、本当にありがとうございます。まあ、いよいよ選挙戦も今日入れて残り4日となりました。もう今日はそろそろ終わりでございますので、明日からもう3日間いよいよ最終盤となってまいりました。この間皆さんには大変活動もお支えをいただいてまいりましたこと、厚く御礼を申し上げます。皆さんに支えられてここまでやってこれました。ただ情勢は大変厳しい状況が続いております。新聞報道等も見ていただいてお分かりの通り、本当に横一線大激戦という状況でございます。本当に厳しい中で、とにかくこの残りで4日間、そして明日からの3日間で何としても逃げ切ってこの選挙戦勝ち抜く、この思いで全力を尽くしてまいりたいというふうに思います。今回の私の合言葉、やります。17年前の最初の市長選に出馬した時の合言葉でありました。あの時もいろいろ悩んで、そして最後お決断をし、決断したら後ろを振り向かない、一直線に進む、その思いをやりますに込めました。今回も閣下自身の突然のご辞職で知事選ということになりました。一旦政治から身を切った私が再度決断するには大きな悩みがございました。しかしもう一回自分のこの経験が先生でお役に立てるならということで決断をし、この挑戦を始めました。決めたからには、まっすぐ前を向いて進む、後ろを振り返る、17年前の初心に戻って、今回もやりますを合言葉に、今まで社に無に駆け抜けてまいりました。川勝知事が15年間、この静岡県を牽引をされてこられました。いろいろと功績があったと思います。全否定をする人たちもいるけれども、私はやっぱり功績は功績としてしっかり評価し、そしていいことは引き継いでいく、そしてその上に鈴木康友としての新しい形勢を築いていく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。リニア問題が今回大きなテーマとなっていますが、誰が大井川の水の問題や南アルプスの生態系、こうした大事な問題を浮き彫りにしたんでしょうか。川勝さんですよ。ほっとけばスーッと素通りされていったかもしれない。この問題をしっかりと立ち止まって、さまざまな課題を提示をされました。これは私は大きな功績だと思います。私たちの次につなぐ、そのつなぐ後を受けるものは、その課題に真摯に向き合ってしっかりと現実的な解を見つけていく、そして一つ一つですね、課題をクリアしながら前に進んでいく、そうすることによって大事な水を守る、大事な環境を守る、この姿勢は堅持をしていく、これは大事なことだというふうに思っております。私はそういう姿勢で取り組んでいきたいと思います。そしてもう一つ、あの発信力がすごかった、あの富士山を世界遺産にし、そしてそのブランド価値を大いに引き上げました。県内のさまざまな文化を大事にし、そして国内外に大きく発信をしました。この価格設計の中で静岡県のブランド力は大いに向上したと思います。私も市長時代さまざま取り組みをして、ブランド価値を上げる、都市のブランド価値を上げる、そうした取り組みもしてまいりました。今回はさらに鈴木康友の方法でさらに県のブランド力を向上させていきたいと思います。この静岡県にはこの静岡市を中心としたチーム、そして東部、そして西部、
それぞれに素晴らしい自然資源、観光資源、産業、集積、素晴らしいいろんなですね、価値が集積をしています。そうしたものをもう一回磨き上げて、そして国内外に発信をしていく。そして私の目指す県民の幸福度日本一の県を作っていく。そのために4期16年培ってきたこの力を存分にです、生かしていきたい。即戦力としてこの静岡県政を牽引をしていきたいというふうに思っております。この静岡市は県都であります。県都であって静岡の中心であります。もっともっとですね、この静岡のポテンシャル、可能性も引き出して、この県全体を牽引をする都市の力を磨き上げていきたいと思います。もともと静岡は商業の町と言われていました。本当にそうでしょうか。商業だけではありません。今やものづくりでも県内一番です。浜松市はもともとものづくりの町と言われてきた第二次産業の盛んな地域でありました。しかし今や静岡市は浜松市の工業生産額を抜きました。工業のものづくりの面でも県内随一となりました。静岡市には食品、あるいは製薬、あるいは機械工業、さまざまなものづくりが集積をしています。まだまだこうした企業が集まってきて、静岡市の工業生産額は伸びています。さらにこれをですね、進化をさせていく、これが私の役割だと思っています。浜松でもやってきました。16年間で343社の企業を誘致をいたしました。この静岡ならもっといける。ただ静岡でも今土地がないと言われる。土地がなければ作ればいい。浜松もかつては土地がなかった、開発可能な土地がないということで、企業がどんどん市外へ流出をする、そういう事態が起こっていました。そこで私が目をつけたのが市街化調整区域という広大な開発規制がされている地域であります。ここを国の特区の制度を使って規制緩和し、全部ではありませんが企業誘致に向いた土地をですね、企業立地誘導地域として農水省に認めてもらって、農地転用して企業立地を進めました。その結果、浜松の企業の市外流出が止まり、むしろ市外から多くの企業を呼び込みました。同じ手法はこの静岡でも使えます。土地がなければ作ればいい。知恵を使って新たな土地を生み出していく。そのことによってまだまだこの県と静岡は発展をします。私のこれまでの経験を全部注ぎ込んで、それを実現をしていきたいと思います。静岡は商業、文化、まちづくり、いろんな面で県とふさわしい取り組みがなされています。私は実は静岡市のまちづくりを大いに参考にしてまいりました。ここの静岡の一角に人宿町というところがあります。ここは山梨さんという素晴らしい方がたった一人で立ち上がって町を大きく変えました。今や人宿町は町全体が大きく変化をし、そして多くの人たちが集まって賑やかさを取り戻した町になりました。この人宿町の取り組みを参考に、私も中心市街地でイノベーションというこの手法を用いて今町の改造に取り掛かっています。こうした県と静岡ではいろんな先進的な取り組みが行われています。こうしたことをもっともっと進化させる、これがこれからの私の役割だと思っています。もはや西部の鈴木康友ではない、中部の鈴木康友であり、東部の鈴木康友、そして静岡全体の鈴木康友に進化をしています。ぜひ静岡の皆さん、この鈴木康友にご期待をいただきまして、県政をお任せください。必ずやります、やります、やり遂げます。
ためにも何としても26日この厳しい選挙戦勝たせてください。皆様のその力で26日県政壇上へと鈴木康夫を押し上げていただきますことを心からお願いを申し上げまして、私からのお迎えとさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。